はい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 。皆さん、こんにちは。ガミです。今回この動画は、あの、電車の動画ではなくて、車の動画になります。担当直入に言いますと、僕は今、ヤリスクロスっていうトヨタの SUV に乗っているんですけど、そのヤリスクロスを買い替えようかなという、買い替えの検討をしているという動画です。いや <laughs>、 お前まだヤリスクロス買って1年ぐらいしか経ってねえじゃねえかっていうふうに思われる方も多いかと思いますがあのじゃ買い替えの動機とかは後ほど詳しく説明するとしてじゃまず結論から言うと何に買い替え検討してるかっていうのをちょっと具体的な社名を出したいと思いますえ2つ候補に上がってるんですけどまず1つ目がトヨタのラブ 4PHV2 つ目がマツダの CX60 の二つを検討しています。じゃあまず、まあじゃあなんで車をそもそもこんな一年ぐらいで買い替えを検討しているかっていうその理由をお話ししたいと思います。え買い替えを検討する理由が、まあ、主にざっくり分けて三つあるんですけど、えまず一つ目が、ヤリスクロスのリセールが良いということですね。 あの、現在、まあ、車の生産自体っていうのが、あの、半導体不足でちょっと遅くなってるというところもありまして、まあ、ヤリスクロス、僕が乗ってる車って、結構これ想像以上にリセール価格が高いんですよね。まあ、具体的にいくらぐらいで売れるかっていうと、 まあ、低価で購入した金額の80%、まあ、良ければパーセ90%近いぐらいの金額で、まあ、取引されている事例とかもあるので、いや、結構高値で売れるっていうのが、まず一つ目ですね。はい。で、二つ目が、PHV の車に乗りたいっていうのが、これ結構でかいところですね。あの、PHV とはそもそも何かっていうと、あの、プラグインハイブリッドの略で、あの、プラグインハイブリッドの車っていうのは、 あの、従来のエンジンの力で動くっていう動力と、あとはもう一つ、モーターの力で動くっていう、その二つの動力源が合わさった車で、でかつ、外部充電、要はコンセントから電気を持ってきて、そのコンセントから持ってきた電気の力でも充電できるっていうのがプラグインハイブリッドの車です。そう僕自身、やっぱり、あの、もともと電車がすごい好きな人間なので、 電気的なシステムっていうのがすごく興味深くて憧れがあるんですよね。そう。まあでもだからといって、まあ EV はちょっとまだ早いのかなと思って、まあ将来的には EV とかもすごく興味がある,あるんで、まあ乗り換えたいなとは思うんですけど、まあまずはとりあえず PHV がいいなという、まあそう PHV への憧れっていうのが強いっていうのが二つ目です。 まあ、かつ PHV にすれば、あの、短距離での移動とかだったら、もう電気でのね、電力だけで動かせるっていうことなので、これやっぱり結構近未来的で面白いですよね。そう、僕の家族は結構短距離での移動で車に乗ったりするので、まあ、僕の家族は乗る場合だと、本当にガソリン使わないんじゃないかっていうぐらいなので、そう、やっぱり PHV ってすごく近未来的で憧れがあるっていうのが二つ目です。じゃ三つ目の理由何かというと、 あの、雪道とかももうちょっと運転してみたいなっていう、まあそういう好奇心があって、まあ、雪道を運転するって言ったら、やっぱりその最低地上高が高い車に乗った方がいいということと、頭かつ四区の車がいいなというので、まあその三つの点を加味して、今回買い替えを検討したということです。はい。じゃあ今の点をちょっとまとめると、SUV SUV でかつ PHV の車っていうことなんですけど、まあ現在この PHV で SUV の車っていうのは結構会社も含めるといろいろあるんですが、まあその中でも候補に上がったのがトヨタとマツダっていうことです。まあ他にも三菱さんとかもね、あの PHV の車出してたりとかするんですけど、まあ三菱のアウトランダーとか、あとは エクリスプスクロスとかは、まあ、個人的にあまり見た目がそこまで好みではないなというところで、トヨタのラブホー p h v と、あとはマツダの CX60、この二つで、まあ、どっちにしようか決めようかなと考えているところではあります。ただ、三菱のこのアウトランダー PHV というのは、あの、急速充電にも対応できているので、そこの辺の設備に関しては、もうピ、ね、三菱 PHV すごくいいなというのは正直。 まましく思います、はい、続いてトヨタラブ 4PHV とマツダ CX60 でえ具体的にどういうところで迷っているのかえその迷っているところをあの今回表にまとめましたのでそれをもとに説明したいと思いますはいこちらがその表になるわけでちょっといろいろとたくさん書いてありますが、まあ、1つずつ説明したいと思います、まあ、まずやっぱ車を選ぶ上において個人的に重要だと思うのが この左の行ですね。サイズ、かっこよさ、バッテリー、価格、納期、あとその他っていうところでまとめましたが、この6つで評価したいと思います。まず、サイズなんですが、このサイズ見てみると、ラブ4のサイズ感が、4600×1855×1695 というサイズ感なのに対して、CX60 はそれよりも ちょっとでかいサイズになっています。これサイズだけで見てみると、まずそのラブ4のこのサイズ感、これでも結構でかいじゃないですか。横幅1855っていうことで、まあ僕が今乗ってるヤリスクロスは1765だったので、まあうちの車よりもさらにプラス9センチということになってます。そうラブ4でもこの大きさ結構ギリギリなんじゃないかなと思っていたんですけど、 えー C、x 6 0は、それよりもさらにでかい数値になってるんですよね。そう。あの、全長で言うと、ラブホーイールも10センチも長くなっているし、幅で見てみても、1890ミリもあるっていう。 ことで、この1890ってのがどれぐらいでかいかっていうと、あの、ランドクルーザープラドよりもちょっと横幅がでかいっていうことなので、そう、CX60 ってのがまだ日本市場では正式に発表されてなくて、4月7日木曜日に発表があるんですけど、いや、それでもね、これちょっとでかいなというので、そう、サイズ感的には、まあ、ラブ炎がいいのかなというところです。 はい、で続いてかっこよさっていうところであの、まあ、前面、後面、まあ、その他ということでまとめたんですけどえまず、前面のかっこよさこれはね、個人的にラブ4っ,いいっていうのがあの2021年の12月に一部改良が入ってあのこのヘッドライトの衣装がちょっと変わったんですけど、まあ、この形が結構すごく個人的に好きなんですね。 ただね、やっぱリア、後ろの面は、これ CX60 めちゃくちゃかっこいいんですよね。そう、こちらになってるんですけど、いや、このなんともね、松田っぽくない、なんか新しい感じがすごくかっこよくて、なんかどこかね、BMW にすごい似てるなという意見がたくさんあります。 まあその松田の車と BMW ってすごく似てるっていうのは、会社のコンセプトを見てみると、それが結構通ずるものがあって、あの松田のブランドエッセンスっていうのが走る喜びっていうのがあるんですけど、それに対して BMW のスローガンが駆け抜ける喜びっていう、これほぼ同じなんですよね。そう、なんか松田が寄せに行ったみたいな感じのことを松田のディーラーさんがお話ししていたんですけど、まあそう、だからね、松田っていうのは結構会社を意識した え、エクステリアになってるという話でした。なんかパクリじゃねえかみたいな話もあったんですけど、まあだったらこのラブ4のこの前面とかもね、あの、ボルボのね、パクリなんじゃないかなっていう、そういう反論ができちゃいそうですけど、まあ、僕はね、あの、なんかパクリだどうのこの以前に、やっぱかっこよさっていうのがすごくね、まあ大事だと思うんで、そう、やっぱりね、かっこいいと思いますね、CX60。うん。まあその他の点で言いますと、まあラブ4のいい点というと、 あの、ツートーンカラーが選べるんですよね。そう、これやっぱ結構でかくて、あの、今ね、僕、ヤリスクロス乗っててそ、ヤリスクロスはこれ白の単色なんですけど、まあやっぱり、あの、白黒ツートーンにすればよかったってすごく後悔してるので、まあ、ラボ4にするとしたら、まあこのね、ツートーンカラーの選べるグレードにしようかなと思っています。はい、続いて、個人的に大事なのが、バッテリーの容量なんですよね。 まあ一般的にはね、エンジンの出力とか結構重要視されると思うんですけど、まあ、僕はね、やっぱ電車が好きなので、やっぱこの電気的な方がね、すごく趣き深いです。はい。これ比較すると、まあバッテリーはラブ 4PHV の方があの高いということですね。あの、航続距離もラブ4が95キロ。 いう結構驚異的なな数値になっています、まあ、それに対して、えーまあ、CX60 はこれまだ日本の市場はまだ発表されていないんですが、まあ、大体 66.5kg ぐらいになるんじゃないかなという予測がありましたであとやっぱ大事なのがあの急速充電ができるかっていう点ですがあのラブ4も CX60 もこちらどちらとも急速充電には多分対応しないということです ラブ4の方はね、急速充電には対応しないという発表があるんですけど、まあ、CX60 の方は、まあ、その欧州で発表されたね、あの、レビュー動画見てみたら、あの充電のポートが1個しかなかったので、まあ、多分、急速充電はこれ非対応なんじゃないかなと思います。はい、続いて、これも大事ですね。価格です。ラブ4の価格帯は3グレード構成になってて、G、GZ、ブラックトーンって言って、 構成でまあ、実際は、こっから、あの、補助金が、まあ、だいたい50万ぐらいっていうことなので、まあ、マイナス50万ぐらいっていう価格帯にはなっていきますね。で、CX60 は、まだ発表がないんですけど、まあ、ただ、やっぱり、あの、外国のね、あの、発表とか見てみると、まあ、600万ぐらいはしちゃうんじゃないかなっていうところで、まあ、まだわかんないんですけど、多分ね、まあ、ラボ炎が、ちょっと安い。 そう。まあ、CX6 ではその分、あの、インテリアがすごい豪華っていうことなので、まあ、価格層の値段にはなってくるのかな、というところです。はい。で、続いて、これも大事ですね。まあ、納期なんですけど、あの、ラブ4の方は、あのどうやら、 また、なんか改良が入るということで、なんかあの、今一時オーダーストップしてるらしいんですね。そう。で、まだね、その受注再開がいつになるかっていうのが、あの、ディーラーさんに聞いたところ、まだわかんないということなんで、まあ、このね、納期もね、いつになるかわかんないという話でした。なんか詳しい情報、もしお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。 はい。で、CX60 の方も、え、これまだね、日本で発表じゃないので、まあ、これもね、同様に未定ということです。ただね、これなんかディーラーさんの話によると、あの、最速で、あの、予約した場合は、ひょっとしたら年内に、あの、納車できるんじゃないかっていう話はしていたので、まあ、この納期の面に関しては、まあ、CX60 の方が、まちょっと早いんじゃないかなというところではあります。 はい。まあ、続いて、その他っていうところで、まあ、先ほどお話しした最低地上高。えこちら、ラブ4は、あの、ブラックトングレードは、えこれ200ミリ確保されているので、まあ、十分な高さになっています。で、CX60 の方は、まあ、わかんないということなんですけど、まあ、多分、ラブ4よりかは、最低地上高ちょっと低くなるんじゃないかなという予測があります。はい。であと、もう一つ判断する上で、まあ、重要視しているのが、 それぞれの発売時期なんですよね。あの、ラブ4の発売時期っていうのが、あの、ラブ4単体の PHV じゃない方は、あの、2019年に発売されてて、えー、ラブ 4PHV は2020年に発売されてます。で、今年は2022年なので、あの、そもそもそのラブ4っていうのが出てきてから、もうすでに3年が経過してるわけなんですね。 そうなのであのねフルモデルチェンジのタイミングとかもねひょっとしたらもうちょっと後にねなったら来るんじゃないかっていうところでそう今買っちゃうとひょっとしたらそのすぐ代代わりというのが考えられるそれがラブフォーです。でまあそれに対して CX60 はこれも完全に新しい車両になりますのでまあ当分の間はまあこのね外観と内装でいくんじゃないかなというふうに思われます。 で、あと個人的にちょっと大事だなと思ったのは、あのね、ヤリスクロスは今、トヨタの車ということで、まあ、いろんなね、あの、車のメーカーに乗ってみたいんですよね。あの、トヨタに限らず、まあ、今回マツダっていうことで挙げましたけど、まあ、将来的にはね、日産にも乗りたいし、まあ、三菱とかも機械があれば乗りたいなと考えているので、あのね、トヨタに縛られることなく、いろんな車に乗りたいなっていうのが感じているので、まあ、ツダに乗りたいっていうのは、 これ結構でかいいいつの原動力にははなっています、はい、これらの点を比較してまああの評価をつけるならば、まあ、このような形になります。まぁ、あ、丸と、まあ、今回ちょっとツはつけられなかったので一応まあ三角という形にしましたが、まあ、ちょうど本当半々なんですよね。そうサイズ感とバッテリーは完全にラブホーンの方がいいしあとはまあ かっこよさとか、あとはまあ動機とかは松尾の方がいいのかなという感じでは考えてはいますが、そうですね。いや、だから迷うんですよね。いや、どうしようかなと言ったところですが、あのまあ個人的な、あの今の感情を率直に話すと、結構ね、これ書いてやっぱ思ったのは、 まあやっぱりラブホの方が今のところちょっといいのかなという感じはしてますねそう気持ち的にはあの55対45ぐらいの感じですはい、まあ、それなぜかというと、まあ、やはりまあ価格の面とサイズの面っていうのはこれは目をつぶれないなっていうところですね そうラブ4ですらこれ500万超えでね、まあ、補助金聞けばもうちょい安いかもしれませんけど、まあ、オプションとか処刑費込みだったらまあ多分500万超えてくるだろうと思,る思われるのでいやそう価格はやっぱ無視できない66って多分もうちょっと高いと思うんでそ,うそれ大事。 そう。ってなったら、やっぱ幅ですよね。うん。そう、うちの目の前って結構狭い道になってるんで、多分1890ミリの幅だと、まあ、通れないことはないと思うんですけど、まあそのミラーは多分畳まないとダメだろうなっていうところにはなるんで、そう。まああと家族も運転するんですよね。まあ妹も免許取って運転すると思うんで。まあその辺含めると、まあただでさえラブホーよりもさらにでかい660っていうのはちょっと引っかかる。 ポイントでは正直ありますと言ったのが今の率直な印象です。はい。ということで以上、ラブ 4PHV がいいのか CX60 がいいのか悩んでいますよ動画でした。あの、とりあえず、あの、4月7日木曜日にあの CX60 のあの日本バージョンがあの発表されるっていうことなので、えそれはあの、ちょっと見ようかなというふうに思ってます。 あの皆さんのご意見とかもしございましたらあのぜひこの動画のコメント欄で共有いただけますとすごく嬉しいです。はい、あと僕のこのチャンネルではあの基本的にまあ電車の動画が結構メインにはなっているんですけどただあの車の動画とかもあのちょくちょくアップしておりますのでまだお済みじゃない方で、まあ、もしお車に興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。 はい。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。